本日いただくのはこちら、ハチュンが作った気まぐれトマトパスタ。なんか適当な3かけらくらいのニンニクみじん切りと、適当にぶつ切りにしたベーコン、オリーブオイル、雑大さじ4杯くらいで10とやって、そこにホールトマトを握力40の剛腕で握りつぶす。手でやるのがポイント。並行して隣のお鍋でパスタを煮るのがおすすめよ。もう7分のパスタを6分くらい煮て、麺はアルデンテだにしたところで、そのパスタをトマトソースのところにドーンとして雑に混ぜて雑に盛ったら完成。今は冷えちゃったトマトパスタ、ハチュン仕立て、いただきます。私にはUber Eatsがあるから。